きましたけど、今もう私ボケとして左側から出たけど、あの伊勢中川駅みたいな構造になっとって、空港線に乗るには右側から出たらよかったらしいです。島って、あの時にちらっと寄ってるのか、貝塚市に行った時に確か泊まったホテルが泉佐野市でしたもんね。あの時は珍しく一泊二日にしましたもんね。力を入れようかって、あ、どうやってから、関西空港駅に着きましたけど、さすがにゴールデンウィーク明けですんでね、すごいお客さんの数ですね。これラピーとか、すげえ、また綺麗になったんですね。これは何？ああ、終電ベストかな。あ、で、せっかくだから、一応ここも端っこの駅ですからね。端っこ見ていきましょうか。すごい。ああ、そっか。キャリーケース持ってる人も多いですもんね。まあ、それは空港ですからね。しかも国際空港ですから。こんな、他のところにも増して、こんな軽装で来る人は珍しいですからね。端っこは、あ、もう閉鎖してるんですね。そうか、あれで買えますからね。ネットで買えるからってことですね。で、奥は長くなるんですね。ほいな、めちゃくちゃ有効長いな。ターミナル、今回何回じゃないですけどね。一回来とけばね。一回来とけば次南海電鉄のシリーズやるときに買ってきますね。遠いですからね、地味に。で、奥は新大阪京都方面、あ、そうか、奥はJR の乗り場か。思わねえな、JR の乗り場もあの南海風のこのやつになってますね。とりあえず一回出ましょうか。もう落ち着いたかな。何せすごい人やったからな。やっぱ空港独特の空気ですね。本日の南海電鉄をご利用くださいました。力。隣が JR で、機械を置いたらいいから、まあ、けど、まあまあ、降りるの大変そうね。
カットくれて920円、まあいい値段すると思って。 JR が欲しいか、そうなんだ。でもそもそも切符リボンちょっと独特っすね。あ、こっち側に全部あるんだ、切符リボンが独特だな。すげえ、さすが国際。ちなみに JR で岡山行こうと思うといくらなんや。990円。ああ、さすがにやっぱ距離が長いで、それでもやっぱ和歌山そうやね、うん、やっぱり南海の方が安いね。へえ、まあまあついつい有料課金したんであれですけど。でこっちがエアロックラか。へえ、こっちはですか、第二ターミナルの方やっけ。パーキングの犬で、そうやね。あ、でも風は気持ちいいね。こんな感じね。うんうんうん、いるとあるみたいです。まあ、何せ、うん、ほとんど映ってねえや。まあ、何せすごい人ですからね。もうさっと行きましょうか。で大鳥の方に、ああターミナル取って大鳥の方行きましょう。ん？だけどこれで行けるよな。すごい人やね。こういうのあるのも空港らしいですね。で端っこ行かなあかんのやで、こっちの方がいいか。はい、どっちやったっけ。へいやー、でパッと変わって環状線、はるかが来とるのか。さすがに近距離なんでね、はるか使うほどの距離ではないですからね。あれでも、そういやウエスタンの会員になってるからいくらぐらい乗れるんだ。ウエスタンの会員になってんだよな、チケットリスト。6スポット買ってなかったっけ。そういう入ってたよな、ウエスタン。もう出る、あった。一応ターミナルだけ取ってたんとね。さあ、ってことはこっちの奥か。え、何分か出発？あそこに出てるね。31分。31分、まあ6分あるな。こんな感じだった。あ、ヒレンゲとかですね。あれでも端っこ見えるのかな。あそこはるかって何を住んでるのかな。こっち共有施設なの。うん、あちらにはるか。とあれ、ウエスタはどこ行った。
端っこはこっちはないみたいですね。あ、ターミナルミス。そもそも考えてみたら、はるか乗ったらダメだ。あの降りる予定の駅がそもそも特急停車駅じゃねえよ。ダメじゃん。危ねえ危ねえ。おとなしく快速で、大通りまでかな。でちょっと大鳥の駅までなく食いましょうか。さすがにちょっと空港のちょっとどこも混みすぎだわ。よし、じゃあ快速に乗っていきましょう。